せーの、はい、JO1。 はい、お久しぶりです。お久しぶりですね。お久しぶりです。今回は、はい、JO1 の特別編ということで、はい、先日リリースさせていただきました、はい、サードアルバム、イクイノックスに絡めたゲームをやっていきたいと思います。はい、イクイノックス、イクイノックス、はい、イクイノックスパーク。まず紹介します、はい、アルバムのキャッチコピーがですね、光と闇が完全に対峙する瞬間、夢と現実の境界を破って進むということで、光と闇のライトチームとダークチームに分かれてチーム対抗で行っていきたいなと思います。はい、それでは、スカイの方から順番にくじを、ね、くじがあるんですね、はい、ライトとダークを分けるくじを引いていきましょう、はい、じゃあ僕から引いていっていいですか。いきます、ドン。これはライトです、ライトチーム。あ、これがライト、白がライトです。あ、なるほど、白がライト、はい、はい、おー、ダーク、ダークネス、ダークネス、ちょっとちゃうな、ダークネスだよね。スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ。黒がスリザリンって、おー、グルフィンドー。どっちだ、グルフィンドー。使えるそれ。パパパパ。顔垂れがあってない、顔垂れがあってない。マメは白かな。おお、それはあって黒豆や、怖すぎ、はい、お、黒、おお、お、黒、おお、連続してるからの黒、黒、ダーク、あー、よし、はい、あーってない、白、白、白ね、もっと突っ込めよ。へもう残り全部白か、怖い怖い、すげはい、今回はですね、3つのゲームで対決していきまして、はい、最終的に総合ポイントの高いチームが勝利となります。勝ちたい、はいはい、それではまず、はい、1つ目のゲームはセンターは俺だ、真ん中ゲーム。真ん中ゲーム、はい、このゲームはですね、はい、アルバムの名前イクイノックスが、はい、昼と夜の時間がほぼ等しくなる時という意味から、昼と夜の間、うん、ちょうど真ん中、はい、すなわちセンターを目指すゲームです。あ、なるほど、はい、うちセンターいますからもう勝ちですね。あ、本当ですか。センターがいます。まあ、あのこのゲームはあの、はい、3回戦ありますので、はい、出場するメンバーをチームで作戦会議していただきたいと思います。はい、はいはい、一旦その3回戦あるから、そうだね、どういう感じかをまずやってみて。オッケーオッケー、そうしよう。最初この2人出て、次この3人出て、うん、で、勘がいい人が最後。これ結構複雑やと思うんですよ、うん、とりあえず持ってるから3人行きましょう。変わってんの、なんで変わったの。ウェイ、最後に触ったからそこの3人。だってもう、決まりました。もう声の平均も取れてないからもう。本当に、はい、両チーム決まったということで、ライトチームから発表してください。はい、ライトチームは僕たち3人です。おお、真ん中の子が心配やな。真ん中の子が大丈夫ですか、自信のほどは。はい、俺はもうどこ見てるか分からん。一応全モザイクです。目が、じゃあダークチームは、はい、ダークチームはまず年上2人が行きます。はい、お願いします。こっち2人です。じゃあ2回戦目のライトチームのメンバー、2回戦目は金城スカイと木俣翔也、キマスカでございます。こんにちは、はい、せーの、はい、お、なんでですか、なんでだ、なんでですか、たまたま連なってた。じゃあここ3人で行こうか。監督なんで、せーの、はい、この2人で、はい、この2人です。それでは第1回戦やっていきたいと思います。はい、はい、行きましょう。第1問、遠い過去や遠い未来とは現在から前後何年くらいのこと。むずいな、むずいな、最初。いやでも面白いお題ですね、これはね、本当に。これは、あ、もうできた。皆さん書けたでしょうか。狙いに来るのか。書けました。書けました。書けました。はい、それでは、はい、一斉にオープンしてください。せーの、ダダン。お、勝った、はい、50年、はい、300年、20年、420年、101年、つまり101年か、はい、はい、スカオー、ウォー、ピックミアー、つかめ、つかめ、勝利はつかめ。はい、ということで、1回戦の勝者は純喜くんです。やるやん、ということで続いて第2回戦参りましょう。はい、面白いな。はい、それでは第2回戦お題、一番成長を感じる年齢って何歳。一番成長を感じる年齢、
はい、それでは感じるかお書きください。どうぞ。成長ね、どうかな。これ自分の感覚やんな、ね、別にだから20やった、ね、どうでしょうか。書けましたでしょうか。書けました。それでは一斉にオープン。せーの、ドン。やっぱそうだよ。あー、なるほどね。これはたくみくんですかね。これよね。そう、これは数字の真ん中ですね。たくみが、うわー、よいしょー。はい、シックスティーンじゃん。シックスティーンです。あ、じゃあシックスティーン踊ります。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、ということで2回戦目はたくみで1ポイントでーす。さあ、続いて第3回戦のお題は、はい、夢を叶えるにはどのくらいの年月が必要だと思うか。さあ、これ夢叶えたからね、みんな。なんだ、何歳で叶えたかなっていうね。確かにそういうことやな、はい、そういうことやな、なるほどね。ほんまに何歳やろな。え、これは真ん中でしょ。真ん中、真ん中。むずくない。むずいよ。むずい、むずい。計算いらねえだろ。計算してんの。ちょっと一応夢、順基が計算してる。夢とは何かの計算。ジュキ時間かけそう。ちょっと待ってくださいね、あと5分ぐらい。5分ぐらい長すぎやろ。はい、ということで回答で揃ったので一斉にオープンしてください。豆原、せーの、ドン。え、待って、あれ意外。あ、よっしゃ。いや、10年6、19歳8ヶ月、11年と3ヶ月、うん、2.74。 お前アホ、27にしとけよ。あ、27と思った。違う。ってことは、ってことは誰だ。よかった、よかった、よかった。よかった、マメ1ポイント。27でよかったや。どういうこと、なんで27の真ん中になったから。真ん中、俺が真ん中。あ、そっか。計算ミス、計算ミス。計算できてない。ちなみに何の計算してたの。マジで何の計算それ。あの、夢を叶えると言いますか、はい、物事を達成するには1万時間かかると言われてまして。おお、はい、おいで。それを365で割って、なんか割ってしまったんですけど、違いました。間違えました。もう負けでいいです。負けですね、シンプル。ということでセンターは俺だ、真ん中ゲームが終わりまして、はいはい、ライトチームが1ポイント、はい、ポイント。ダークチームが2ポイントという結果になりました。はい、強いね、ダークチーム。これから追い上げてくださいね、はい、ライトチームは。まだまだありますんで、はい。それでは次のゲームもアルバムに絡んでいるのでやっていきましょう。やっていきましょう。はい、2つ目のゲームは教会を破れ早着替えゲーム。よいしょ、よいしょ。今回は2回戦を行うので各チーム着替えるメンバーを2人呼んでください。はい、2人ずつですね。スタート。いやいや、破って出るっていうのがやっぱり早いわ。はい、え、どうですか。賛成、でも、そうやな、まあ、それは1 分, 1分 の, あのオーディションのやつでこうやって。あ、確かに翔也はやっぱ着替えた。俺さっきやっぱ2回出ちゃってるから、ここはちょっとやっぱ。お前そこへ。いいよ、行きます。結構着替えやすそうではあるけどね。いや、多分1枚やもんね、2人とも。いける。じゃあ上着あったわ。レイカーズ。俺ね、2枚。2枚。俺1枚。俺はちょっと、これはちょっと面倒くさい。これはちょっと大変。俺もちょっといろいろついてるものが。1回戦のレディオビジョンのメンバー、挙手。こいつだ。えい、吉田翔です。まあまあまあ、なんかちょっと筋肉邪魔ちゃうか。そう、それこそスムーズに着替えれるイメージがない。ただあの、見てください、このメンバーの中であの一番薄着である。私。あ、そうです、ね、1枚しか着てないです。それを見たか。うわ、あ、大丈夫大丈夫。確かにね、あ、それ考えたら俺無理や。そして、2回戦のヴィーナスのメンバー、キャッシュ。はい、誰、こいつだ。こいつです。翔です。翔生でございます。大丈夫、大丈夫かな。大丈夫、これ脱ぐだけだから。そう、レイカーズなんで。一応レイカーズなんで。そうです。ということで続いてはライトチーム。はい、僕たちはね、あの、着替えが得意なメンバー、うん、もう、ね、分かりますよね。分かりません。分かんないですけど、分からない。こいつだ。お着替え上手かな。おー、今と一緒です。覚えてますか、オーディションの時、うん、着替えで1分間。おー、え、やってたっけ。着替えだけで1分間使った男ですから、はい、じゃあダメじゃない。ダメじゃない。じゃあダメじゃない。手使ってないですから。そうだね、任せてください。確かに。でも結構カバンとかもあるし、大丈夫。確かに多い。確かに、それを考えてなかった俺ら。いや、大丈夫大丈夫。じゃあ2人目の。さあ、そして2人目、近所スカイの。もうあの、結構マジでほんまに自信あります。おー、はい、ということでそれではやっていきましょう。よいしょ。はい、ということでそれでは1曲目はレディオビジョンです。はい、はい、シオン君、そこにあの
着替えが置いてあるのちょっと皆さんに見せてあげてもいいですか。あ、本当や。これが翔也のさっきの衣装ですね。はい、さっきの衣装入ってたり、あの鏡がありますので、あ、身だしなみもね、ヘアとか崩れると思うんで、それをチェックしてから完璧な状態で出てきてください。なるほどね。はい、かしこまりました。ライトチームの挑戦です。はい、準備 OK？ OK！ はい、はい、それではいきます。 BGM スタート。いけいけちょ、いけいけ、こっから。お、いいね。お、これは早いんだ。事故が起こりました。ライトが、事故が、ライトが、ライトが光っておりません。消えるの？ライト消えるんですか？ちょっと待って、ちょっと待って。ライトつけて、ライトつけて。あ、消えた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 。あ、おもろ。今の撮って、撮ってた誰か。なんかやってるぞ。なんかやってる。すごい、すごい、すごい、すごい。やかん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 できた。ルック踊らない。早よ着替えろ。早よ着替えろ。うわあ！俺ここ踊ってる。いいねいいね。あ、いいですね。カンフカンフカンフ。いいですね。いるだけで。サビ。まだ着替えれてないもんな。やばいやばいやばい。いけいけ。シンプルすぎ衣装。終わるで。もう整えて。ちょっと衣装が大変かもしれない、はい、ちゃんと見出しなみ、見出しなみ、見出しなみ、鏡ちゃんとちゃんとしてる。あ、いいよいいよいいよ。まだボリュームボケて、はい、おぉー、おきなりやっときた。はい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 、ヘイ、はいはいはい、たた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 よっしゃ、短いんちゃう。サビまでには出てきてほしかったわ。さあ、これがチームです。ライトチーム、翔也のタイム、はい、11秒33です。おぉ、分からん。11時33分、11時33分。これは短いやろ。踊った時間が11秒。あ、なるほどね。その枠の中で、サビ終わりまで、はい、ここで。いや、結構踊りましたね、翔ね。全然やろ。そうか、全然やん。どうだ、おもろいだろう。あそこでな、ずこげてない。あれはすごかったね。計算してました。あ、全部計算だろ。全部計算やけど、どのカメラも多分撮れてない。撮れてなかった。フレームアウトして消える瞬間だけ。これは早いんでしょ。これがアチヤマです。はい、続いてダークチームです。イエーイ。はい、やってくれる。ありがとうございます。そうそう、雰囲気やっぱ大事じゃん。最初だけ手伝うよ。最初絶対やる。本物だ。頑張ります。それでは BGM スタート。2回入れた。余裕ですね。毎回そこはやった。おー、見えるね。さあ、おー、すごい。いいですよ、いいですよ。本当に翔くんか。うわうわ、脱ぎ方がもうこれセクシーだね。脱ぎ方がもう、うわうわうわ、溜めるね。うわうわ、筋肉しよう。すげー、見えるわ。固めろん。筋肉連動か。さあ、うわうわうわ、よかった。キレてるね。次のポーズ、次のポーズ、次のポーズ。やばい、もうサビくるよ。サビくる、サビくる。やばい、サビくる、サビくる。くるよ。見た目整えて。お、お、え、うわー、着地だ。できてない。あ、でもすごい、すごい、すごい。おー、いいよ、いいよ。今日の乗りも勝ちやん。はい、ほんまやな。ほら、こっからやったもんな。ヘイ、いいよ。ちゃんと輪っか出へんの。枠から出ろ。そうだ、枠の中に入れて。あー、悔しいな。あー、もうこれはこれ、イエーイ。いや、よかったんじゃないですか。これ勝ったね。破んの、破んの、うまうまいし。でも破った後のこれね。ちょ、怖い。うわー。ダークチーム、翔くんのタイム30秒55です。おー、早い。まあ、やるね。はい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 、なかなかやるね。素晴らしい。さすがです。ということで、2曲目はヴィーナスで挑戦します。はい、挑戦者はスカイくんということで、意気込みをお願いします。は
はい、I can do it. もう言うね。BGM スタート。お？最初やるのか。あ、来た。お、みんな最初やるんだよ。ダンダン。おお、だいぶ。あ、そこいた。あそこね。あ、そこでいくやん。お。さあ、で。あれあれあれ。あれちょっと。なんか下。あれあれあれ。ちょっと。謎にベルトを直しましたね。なんでだろう。まずは鏡ね。早くない？まずは鏡。早い。あ、余裕や。ベルト直しただけなのに。お、脱いだ。そして髪の毛思いっきり崩れるという。さあ脱いで。おい、セクシー。スカイね、着る量が多いんですよ。あ、そっか。まずは1枚目を着た。何枚もあるんだ。2枚着るんやね。2枚着てたの。サビ着ちゃう、サビ着ちゃう。1枚だけ。帽子もあるの。帽子もあるんや。新しい。あ、これ大事大事。全然。いや、もうなんかもう。やっぱ踊ってる。あ、一応踊ってるぞ。踊ってる。来るか。おお、おお、試した。うまい。うまい、出してくれや。あ、でもちょっと枠から。わっから。おいよ。あ、やばい。あ、出た。わっか入って。わっか入って。わっか入って。はい。いやー。よっしゃ。キレでしたね。決まったね。帽子ずれてるもん。タイムは17秒17です。17。いいな。いいな。続いてはダークチームの挑戦です。はい。翔星、意気込みを。やってやります。おー、すごいですね。すごいよ。流れてるよ。来た。お、いやー、あ、やるんやん。ここ、お、まだやる。かっこいい。おー、結構余裕ですね。え、ズボン脱ぐか。ズボン脱ぐ。え、どうした。おおー、無がない。無駄な時間ですよ、今の。痛えって聞こえたよ。お、急に、お、大きい、でか。ピアスが多分引っかかったよ。ピアスが痛い。あ、やばい。穴が開けろ。どんどん穴が。おい、もう時間ないぞ。小生の衣装多いな。小生分厚いぞ。さあ、ただいま覗き穴ができました。もう特にサビが後半に差し掛かりそうですよ。早く小生。ちゃんと着替えても結構時間かかってる。小生終わるよ。終わるよ、小生。小生オッケー、欲しいんじゃない。小生、いいぞ。マジなぁ。イエーイ、翔星。やったー。翔星。なんかドリンク飲んでますよ。なんかドリンク飲んでる。まだ映ってない。何してんねん。出てこいよ。出てこいよ。開けて。開けろ、自分で。自分で開けろよ。着替えた、まず。ちゃう、そうやって破る。そうやって破る。何をしとんねん。ライトも消された。あ、もう終わりました。終わったよ、もう終わったよ。ほら、怒ってるから。周りがもう怒ってるから。おい、出てこいよ。あ、アクセとか多いからな。悔しいな。調査の結果が、まあ、なしということで、協会を破れ、早着替えゲームの結果は両チームが5ポイントで引き分けです。おー、引き分け、いいね。ということで、次で勝敗がね、決まります。いいんじゃないですか、意外と。はい、一体ご褒美を手にするのはどっちなのかということで、はい、運命の最終ゲームやっていきましょう。よいしょ。はい、3つ目のゲームは思い出をたどれ並び替えゲーム。分かった。はい、正解。僕一番大好きですから、JO1。楽しいですね、これ。楽しいです。